こんにちは、リースケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、本日はレゴシティスタント2023年冬の新作セットをチェックします。毎年多くのセットが発売されています大人気のレゴシティシリーズ、その中でもジャンプ台や障害物を勢いよく走り出すバイクを利用しゲーム感覚で遊んでいくスタントシリーズになりますが、2023年冬の新作セットが正式発表されていますのでチェックしていきましょう。動画の前半はセットの紹介、そして後半はこのスタントシリーズの2023年について思うことをちょっとだけお話ししていこうと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。あとこの動画がいいなって思っていただければ高評価よろしくお願いします。下にあるグッドボタンでできます。それでは行ってみましょう。2つのセットまとめて紹介していきます。60356スタントバイクベア、パーツ数は10。60358スタントバイクサイバー、パーツ数は13。価格はレゴ公式でどちらも1180円。2023年1月1日発売予定になっています。どちらのセットもフライホイール搭載のバイクが1台とミニフィグ1体が付属したセットになります。まずはベアの方になります。熊のヘルメットをかぶったミニフィグになりますがね、目の周りのペンキがなんだかスプラトゥーンっぽい雰囲気がありますよね。そしてバイクの正面にはドクロマークが描かれているんですが、このドクロもね、ちゃんと熊の耳がついていますね。これファンキーですね。2021年からスタートしましたこのスタントシリーズになりますが、その中でもこちらのチキンとバスタブはユニークなデザインをしていたキャラクターで、特に人気のあるライダーだったかと思いますので、2023年ではそのポジションがね、このベアになるのかなって感じがしています。続いてはサイバーの方になりますね。その名の通り近未来的な配色のミニフィグとバイクになっています。このバイクの側面にあるプリント、サイバー感出ていると思います。そしてこの2つのバイクはどちらもスタントシリーズでおなじみのフライホイールが搭載されたバイクになりますので、タイヤに床を押し付けた状態で前方に何度かグイングインと押し出すことで動力が発生します。その後手を離した後に勝手に勢いよく前進していく、そんなバイクになっています。これ僕も何台か持っているんですが、想像以上にかなりのスピードで走らせることができますので、別売りの障害物コースやジャンプ台、一回転ループのコースなどを利用してね、楽しく遊ぶことができるのもスタントシリーズの最大の特徴にもなっています。はい、ということでレゴスタントシリーズ2023年の冬の新作セットをチェックしました。新作セットはこれだけって思ってしまっているのが正直なところです。と言いますのも、このシリーズが始まったのが2021年、今までに新作セットが発売した時期とセット数を見てみますと、2021年が10月に10セット、そして2022年が6月に8セットと新作が発売されていて、ある程度まとまったセットのね数で登場していたんですが、今回はなぜか2セットのみしか新作が発表されていないので、このシリーズをね楽しみにしている方にとってはね、ちょっと物足りなさがありますよね。ちなみに2022年の9月にこちらの動画で2023年に発売が噂されていますシティスタントのリーク情報をお届けしました。噂の段階にはなりますが、この時点で6つのセットの情報を確認していて、ちなみにこちらの製品番号が60356と60358は今回追加されたエアーとサイバーということになりますので、中規模サイズのセットが2つとチャレンジコースが2つと残り4セットが発売される見込みでもあるので、まあ2022年は6月に新作セットが登場しているというのを考えると、その時期にね2023年も残りのセットを発表してくるのかなとは思います。でもですね、2023年に予定されているセット数がねこれだけでもねちょっと少ない気がするので、今後このシリーズね続くのか続かないかなどちょっと気にはなりますよね。僕個人としてはこのシリーズ、ミニフィグやバイクのデザインが好きなので、ぜひね続けていってもらいたいシリーズではあります。そして2023年の冬発売のレゴシティのセット、なんと21セットにもなっています。今回の動画を含み4つの動画でそれぞれ新作セットをチェックしていますので、概要欄に URL を貼っておきます。ぜひ一緒にチェックしていってください。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後の購入の参考になれば幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。